皆さん、こんにちは。青空の春です。今日は私一人だけじゃなくて、特別な人、ゲストですね、をお呼びしました。皆さん知っていると思うんですが、ゆきとめいというチャンネルからのゆきさんです。ゆきさん、こんにちは。こんにちは。はい。私、ゆきさんのことを昔からしてるんですよ。ゆきとめいというチャンネルからね。はい。声も可愛いし、聞くのも安いですから、いつも見てます。はい。で、ゆきさんって今、日本に住んでいますよね。はい、そうですね。住んでいます。うん。今日は、このゆきさんの日本の経験とか、いろんなことについて、ちょっと聞きたいなと思うんですけど、大丈夫でしょうか？うん、もちろん大丈夫です。はい。はい、ありがとうございます。ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、ゆきさんはいつから日本へ来ましたか？そうですね、私10月の4日に来ました。うん、あ、そうだね、日本に着いたのは10月の4日です。はい、10月の4日。はい、でも11月、うん、いや、1ヶ月ぐらい。そうですね、うん、1ヶ月、まあ2ヶ月になるね。あ、2ヶ月ぐらいになりましたね。うん、まあ、ゆきさんはね、どうしてこの日本語を勉強しようと思ったんですか？まあ、動画にも聞いたことあるんですけど、アニメが好きだから日本語を勉強したということはわかるんですけど、他にも理由とかありますか？あー、そうだね。アニメがきっかけで、私、日本語、そもそも日本語が好きになったんですね。あと、日本でも、好きな人がいて、好きな人っていうのは、違う違う、声優、はい、うんうんうん、わかります。はい、声優ね、うん、そうそう、声優がいて、なんかその人の動画をたくさん聞いて、うん、やっぱり日本語いいな、私もそういう風に話してみたいなっていう感じて、そうですね、うん、まあ勉強をし、なんかし続けたんですね。で、最初はそれだけで、うん、日本へ行きたいから日本語を勉強したいっていうわけではなかったんですね。そうですか。はい。いや、やっぱり私もアニメが好きだから日本語を勉強したというわけじゃなくて、うん、昔は全然日本のことは興味ないですよ。で、はい、2019年でコロナが始まったんですよね。あ、そうですか。で、あの時に外にも出られないし、で、友達から君の名はというアニメ、これめっちゃいいですよ、見てみてくださいと言われて、で、その時からアニメとかずっと見て、アニメの中から日本の面白いこととか、いろいろ綺麗な場所とか見て、いやー、日本ってめっちゃいいですねと思って、その時から日本語を勉強したいんですね。まあ、2019年はずっとアニメだけ見ましたけど、はい、2020年から日本語を勉強しました。あー、なるほどなるほど。うん。やっぱり、じゃあ、はるさんは勉強したのは2020年で。2020年。じゃあ今2年になるね。うん、2年ぐらいになりました。いや、自分で、昔、ひらがなとか自分で勉強したので、2ヶ月ぐらいもかかりました。ああ、ひらがな覚えるのに2ヶ月かかった？うん、まあ自分で勉強して、まあアニメもずっと見てるんですから、1ヶ月くらいかかりました。なるほど、まあ同じですね。うん、あ、私もそういえばコロナが、うん、でもなんか学校に通ってた時はもちろん勉強もしてなかったね、はい、全然。で、ハルさんと同じく、私もまあコロナが発生して、あ、学校も休んでるから何もすることないじゃん。うん、だから、そうですね。なんか言語も勉強するのが好きだから、あ、アニメを見てるんで、やっぱり日本語にしようっていう感じになったんですね。うん、うんうん、アニメのことなんですけど、ゆきさんは初めて見たアニメの名前覚えてますか？あ、はい、ナルトですね、初めて見たアニメは。ナルト、あ、ナルトですか。そう。いや、本当にエピソードとか長いですね、ナルトとか。そうですよ、ワンピースとか、うん、まあ私はワンピース見てるんですけど。お、そうなんだ。うん、終わった？うん。なるほど。いや、ハルさんの方がもっとすごいね。ナルトはね、750、はい、あるんですけど、私は600ぐらいだけ見たね。その。まだ終わってないという意味ですね。そうです。終わってないというか、なんか戦争の最後まで見て、うん、その後は、なんか恋愛はちょっと、
吐いてきたので恋愛のこと興味ないですからないですというそうですか。そう、うん、だからちょっとやめた、うん、わかりました、うんうん、で、まあ、もう一つの質問なんですけど、はい、今日本ユキさんが日本へ来て、まあ、今働いパイドとかやってるじゃないですか、はい、日本へ来て、まあ、日本で生活するときに、まあ、困ったこととかありますか。困ったことですね、うん、大変なこととかね、うん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 、それがですね、なんか最初来る前はいろいろ心配してきたんですけど、でも、うん、なんか私の先にメイちゃんがなんかついてるんだからいろいろそう聞いて教えてもらって、あ、寮のこともね、なんか住むところも最初メイちゃんと一緒に住みたかったんですけど、残念ながらメイちゃんが住んでいるところはもう、あの、新しい人は受け入れてませんっていう、なんか、何なんかの、そうそうそう、あの、原因があってね、それはまあ、何らかの原因で受け入れなくて、でも、はい。でも、あの、メイちゃんが探してくれたシェアハウスに住むことになって、うんうん、でも最初は、なんかシェアハウスなら、はい、あの、私今住んでいるところでメイちゃんもいないし、あの、知り合いも一人もいないから、うん、そうですね。そう、大丈夫かなと思ってたんですけど、なんか運がいいのかどうかわからないんだけど、あの、はい、今住んでいるところは、ミャンマー人は3人いる。うん、で、他の人は、うん、あの、アメリカ人、フランス人、日本人もたくさんいる。で、みんな優しくて、いろいろ教えてくれて、あの、逆に、シェアハウスだからこそ、うん、毎日ぐらいパーティーやったり、なんか、料理作ってくれたり、あの、ワイワイしてて、なんか、楽しいです。そうですか。いや、ゆきさんがいたこと来て、いや、日本へ行きたくなりました。あ、来てよ。来るでしょ、うん、ハムさん。うん、来るのも来るんですけど、いや、できればね、今すぐ行きたいんですけどね。はい、そうですね。そうですね。うん、あとは、まあ、それは住むところで、はい、なんか生活のに、あ、なんか生活のところも、いろいろ、周りの人たちが、例えばメイちゃんが、はい、うん、教えてくれたり、うん、これはこうするんだよ、これはなんか日常生活で必要なものはこれ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 、これ買わないといけないとか、いろいろ教えてくれて、一緒に買い物も行ってくれて、だからそんなに困ったところは未だにない。で、そうだね。そう、うん。でも大変なことといったら、最近私バイトを始めてるんで、それが大変ですね。うん、そうですか、うん、何が大変なんですか。ああ、教えても大丈夫ですか。うん、うん、いいよ。私最近バイトやってるんですけど、うん、はい、バイトでなんかレジだけやるんじゃないんですよね。他の、品出しとか全身とか、なんか唐揚げを自分で作るとか、あと、重い荷物とか、うん、重いなんか 箱を運んで、なんか当時あの、トイレの掃除とか、たくさん、あと覚えるのもたくさんあって、そこはめちゃくちゃ大変だなって。バイトってこんなに忙しいですか。そうです、知らなかった全然。うん、あと、うん、まあね、連続だからね、はい、1回やると7時間だから、そう、ね、そう、すごく大変ですね。そうですね、そうですか。まあね、日本へ来て知り合いとかある人は、まあ大丈夫ですよね。他一人で日本へ来て知り合いとかない人より、もっと大丈夫だと思いますね。そうです。で、だから日本へ来る前に知り合いとか探したり、うんうん、まあ例えばこのウェイキとか家とかのアプリケーションもあるんですけど、このアプリケーションとか使って日本語で一緒に話することもできるし、そして知り合いとか日本に住んでいる友達とかもできますので、いや、今聞いている皆さんもちょっと時間があればこのアプリケーションとか使って話してみてください。そうですね。はい、おすすめです。はい、うん、はい、そうです。あ、あと、うん、はい、言いたいことはあるんですけど、うん、私は、はい、もちろん日本人が話してるのは何がわかるけど、漢字がめちゃくちゃ苦手です。で、そうです。うんうん、そこで、困るところはね、なんか、いろいろ、まあ日本は、
何でもね、なんか食べるときとか、はい、なんかコンビニで何 か買うとしても、うん、この、はい、例えば焼きそばなら、作り方、書いてあります、うん。そうですね。そう。何でも書いてあります。でも、漢字が苦手だから、何が書いてるんだ読めないし。そうだね、そうだね。読めないから分からない。私もそう思うんだけど、で、漢字とか、そう。まあ、苦手。私も同じ苦手だから、書くのも。うんうん、難しいだからね、そして。そうです。だから、うん、もしみんなが日本へ行きたいから勉強するとしたら、うん、やっぱり漢字をと、なんか大事にして、もっと勉強してほしいなって思う。はい、まあ、私も大事にしたいんですけど、勉強するのはね、漢字って。そうだよね。それもそうだけどね。それでもね、そうですね、漢字の方をもっと、うん、勉強してください、うん、はい、うん、教えてくれてありがとうございます、はい、でそしてね、まあ、もう一つ知りたいことがあるんですけど、はい、日本の食べ物のことなんですけど、味とか大丈夫ですか？まあ、大体ね、私聞いたことあるんですけど、ミャンマーの人大体は日本の食べ物は甘すぎるということを聞いたことあるんですけど、大丈夫ですか、食べ物とか？あ、なるほどね、いい質問ね。私はなんていうか、私は何でも慣れるのが早い人、はい、うん、そうですか。そう、うん、だから私に聞くと大丈夫ですと言いますそうですか。そう、うん、最初水のことなんですけど、ここって水がめちゃくちゃ高くて、飲むたびに買うと貧乏になります、うん、だから、そうですか、水道水水道から直接飲むんですね、うん、ここは。そうですか。うん、だから、なんか、一日目はね、すごく、何の味だっていう、吐きたい気持ちをなったんですけど。そうですね。うん、で、今は、うん、まあ、毎日飲んでるね、大丈夫になりました。ね、慣れてきましたね。うん、はい。どうですか？はい。じゃあ、私から質問もよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。タルさんは日本来たら、一番したいものとかありますか？うん、まあたくさんあるんですけど、まあ、桜とかも見てみたいし、でも一番やりたいものは自動販売機で買い物してみたい。自動販売機か。ね、そう自動販売機はここどこを見てもありますので、それはね絶対できますので大丈夫です、安心してください、うん、はい。日本、まあ、アニメとか見たときに、いや、自動販売機ってめっちゃいいですね、とか。そしてね、雪。雪も見てみたい。あ、雪も見てみたい。はい。そうだね。あ、もうすぐ冬になるし、うん、見れるかもね、うん。そうですね。はい。私は見えないですよ。見え、雪さんだけ見える。あ、うん、来年の冬なら私は見えるかもしれないですけどね。そうですね。そうですね。そうね。あと、日本で食べたい食べ物とかありますか？おにぎりとか、オムライスとか、寿司とか、あー、ラーメンとかね。まあ、ミャンマーにもこの日本の店とかたくさんあるんですけど、はい、私はね、まあ、大抵ミャンマーで作った寿司とか、ラーメンとかより、日本へ行って、日本で初めてこのラーメンを初めて日本で食べましたという経験が欲しいので、いや今は食べないですね、ミャンマーには。そうなの？なるほど、やっぱりラーメンは日本で初めて食べるってことですね、うん、そうだね。ゆきさんはラーメンをミャンマーで食べたことありますか？あります。そうですか。ジェンシンシティでね、あるよね、ラーメン屋。でもね、その時なんていうか、はい、値段が高すぎて味がどういう味なのか覚えてない値段のことを気にしてずっと考えてそう、わかるわかるで、まあ、そんな日本へ来て、日本とか日本でいろんなことを買った時に、ミャンマーのお金ならこれはいくらぐらいかかるとか考えたことありますかまあ最初は考えたんだけど、まあ最近はしてない。うん、どうせ。私ならね、そのとか、水とか買うときに、うん、うん。水とか買うときに、いや、水の値段を見て、ミャンマーのお金で考えて、いや、それ、ミャンマーのお金なら、このくらいか、高すぎるとか考えるかもしれないですけどね。いや、そのね、水だけじゃなくて、何買っても、うん、ミャンマーの
ジェットに変えると何でも高いんです。そうですね、はい。あのね、質問大丈夫、はい、さっきの大丈夫でしたけど、はい、うん、うん、ハルさんは自分の名前をハルって、の付けたのはなんかきっかけとかありますか？理由とか、いや、私が青空というページで動画とか載せてますよね、はい、で青空って青い空、青い空をはっきり見えるのは春の季節じゃないですか。あ、だからいや春という名前いいなと思ってこの名前で動画とか作りましたね。ああ、なるほど、いいですよ、うん、春の名前。でゆきさんは？あ、私は普通に自分の名前でゆきっていう、うん、もともとの名前は、まあ、日向醤油なんですけどね、私が一番好きな主人公の名前なんですけど、いや、日向醤油ってそれ変ですよね。動画とか作るときに、はじめまして、私の名前は日向醤油って。やっぱりそれ、よくないですから、いや、春という名前がもっといいかなと思って。うん、確かにね。やっぱり、うん、日向なら、配給の日向醤油に、あの頭の中で考えちゃうかもしれない。そうですね。そうです。そうですね。確かに。で、うん。うん。うん。はい。じゃあ今日はこれで終わりましょうか。終わりましょうか。誘ってくれてありがとうございます。うん、はい、はい。今日参加してくれて本当にありがとうございました。はい、もしチャンスがあればまた話したいです。はい。ぜひぜひ。あの、読んでください。はい、来ます。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。